今日家呼んでくれてありがとうね、コバちゃん。あ、いいよ、全然いい。お母さんも喜んでたし。それレッドブルー丸々一本もらっちゃったりしてさ。全然いい、全然いい。すっごい、コバちゃんの部屋初めて来たけどさ、すごいかっこいいね、なんか。そう。うん。なんかセンスいいし、なんかこの世界地図も英語表記だし、なんかアフリカ中心だし、なんかすげえかっけーと思って。なんかキングコングの西野さんが買ってて、僕もいいなと思って買った。すげえかっこいいね、なんか。すげえ。今日実はコバちゃんに相談があって。何？それ恥ずかしいんだけど、好きな人ができちゃって。おお。でその人遊びに誘いたいなみたいな思って。誘ったらいいじゃん。いやでもすごい恥ずかしいし勇気出ないんだよね。でも絶対誘った方がいいよ。そうかな、だって僕たち4軍陰キャじゃん。そんな僕がさ、その女子誘う、その誘われた女子かわいそうだなと思って。でも絶対誘った方がいい。確かに僕ら4軍だよ、うん、体育祭でも足引っ張っちゃうし、うん、競技大会でもなんかボール回されてなんか笑い物にされるし、うん、まあ、だけど僕ら4軍でも青春を謳歌する権利はあるし、うんうんうん、日本国憲法でも人権は定められてるから、うん、絶対やらない後悔よりやった後悔の方がいいと思う。すっごい小林物知りだね、なんか。まあ結構女子と話すし。すごい、なんか今ので自信ついたっていうか。友達じゃん。うん、なんか頑張って誘ってみようって思う。ちなみにその好きな子って誰なの？すごい恥ずかしいんだけど、うん、姫野玲香さん。同じクラスの姫野玲香さんに恋しちゃって、なんかすっごいこんな僕恥ずかしいんだけど頑張って誘ってみようかなって思う。なんかありがとうね、小葉ちゃん。あの姫野さん同じクラス？そう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 、同じクラスのもう一軍様の姫野玲香さん。どこが好きになったの？いや、なんかすごい恥ずかしいんだけど、席隣同士の時期があって、なある日姫野さんが国語の教科書忘れちゃったんだよ。で僕が見せてあげるよって見せてあげたらすごい喜んでくれて、なんか後日あの時のお礼ってなんか手作りのクッキー小包みに入れてなんか僕にくれて、すごい美味しくて。いや、それなんかドッキリとかじゃない？ドッキリ、いや、すごい美味しかったよ。そんなこと言われなかった。いや、僕もクッキーだったらなんかもらったことある気がする。そうなの？なんか僕のために初めてみたいなの言ってたよな。いや、山ちゃんがなんか傷つくのを見たくないし、遊ばれてんじゃない？うん、遊ばれてんのかな、うん、でもなんか玉砕覚悟でやってみようかなって思う。誘うにしても今じゃない。今じゃない、うん、どういうこと？引いた方がいいな、それは。引いた方がいい今は。いや、僕あのニュースピックスとか見てて、コンサルとかマーケティングとか学んでるんだけど、うん、そのタイミングは今じゃないな。それニュースピックス関係あるの？なんかとりあえず今じゃ、僕から言う、そのタイミングは。でもコバちゃん彼女できたことないよね？いや、ちょっとめんどくさくて、まあ、作ってないけど。そうなんだ。でも僕ちょっと頑張って玉砕覚悟で言って。いや、今じゃない言うから、僕からの方から。それでも今ね、いや、そういうに何もしないで、元気づけ、山ちゃん何もしないで、誘わないで、僕の方から言うから、山ちゃんに。でも今元気、いや、タイミングは言うから今じゃない。頑張って。いや、違う違う。